ボストン方面作戦はアメリカ独立戦争の最初期の一連の戦いである。この作戦ではアメリカ植民地における非正規民兵隊の編成とその後の大陸軍としての統一された軍隊への転換が進んだ。独立戦争の引き金となった1775年4月19日の歴ントンコンコードの戦いではイギリス軍政機兵が コンコードの武器庫を占領しようとした動きに対抗し、植民地の民兵が結集して防衛した。コンコードのオールドノース教で退治したイギリス軍は敗北し、その後にチャールズタウンまで逃げ戻る間に増え続ける民兵隊によって少なからぬ損失を受けた。集結した民兵がボストン市を取り囲み、ボストン包囲戦の始まりとなった。 この包囲の間の大きな戦闘は1775年6月17日のバンカーヒルの戦いであり、戦争全体の中でも流血の多い戦闘となった。ボストンの近くや海岸地域で多くの小競り合いも起こり、人命や軍事物資が失われることになった。7月にジョージ・ワシントンが集結した民兵の指揮をとり、一致団結した軍隊への転換を図った。 1776年3月4日、大陸軍はドーチェスター高地に大砲を運び上げて、そこを要塞化し、ボストン市とボストン港内の艦船を攻撃できる体制に持っていった。3月17日のイギリス軍によるボストン撤退で包囲戦、すなわち方面作戦は終わった。1767年、イギリスの議会はタウンゼンド諸法を成立させ、 アメリカ植民地に輸入される紙、ガラス、塗料など日用品について輸入税を課した。これに対して自由の息子たちなど愛国者の組織が様々な手段で抵抗を試みた。彼らは課税される商品のボイコットを組織的に実行し税金を集める税関職員に嫌がらせをしたり脅したりした。税関職員の多くは植民地の指導者と賄賂を送るなど癒着していた。 当時マサチューセッツ湾直轄植民地総督のフランシス・バーナードは国王の進化を守るために軍隊の出動を要請した。1768年10月、イギリス軍がボストン市に到着して同市を占領した。これによる緊張状態が1770年3月5日のボストン虐殺事件と1773年12月16日の ボストン茶会事件につながっていった。ボストン茶会事件などの抗議行動に反応したイギリス議会は植民地を罰するために耐えがた法を法制化した。1774年のマサチューセッツ統治法ではマサチューセッツの植民地政府を実質的に廃止させた。トマス・ゲージ総督はこの時すでに来たアメリカ駐在イギリス軍の総司令官であったが、 マサチューセッツ総督にも指名されて、イギリスを常時3世からは、問題の多い植民地に、王権への忠誠を強いるよう指示が出された。しかし、大衆の犯行によって新しく指名された、マサチューセッツの王室関係者が辞職を強要され、あるいはボストンへの避難をせざるを得なくなった。ゲイジは、ボストンに置いたその作戦本部から、イギリス正規兵4個連隊を指揮していたが、 田園部は大半が愛国者の同調者たちによって統制されていた。1774年9月1日、ボストンの近郊の弾薬庫でイギリスの兵士が抜き打ちに火薬やその他の軍需物資を押収した。この行動であたりに警鐘が鳴り、数多いアメリカの愛国者たちが戦争が近いことを恐れて素早く行動に移った。これは誤った警鐘だと分かったのだが、 この火薬継承として知られる動きが、すべての関係者に近づく有事の場合に慎重にことを運ぶようにさせ、7ヶ月後の出来事の舞台稽古をさせたことになった。これに対する対応の意味もあって、植民地人はニューイングランドにあるいくつかの砦から軍事物資を運び出し、地元の民兵たちに配った。1775年4月18日の夜、 ゲージ将軍が700名の兵士を派遣して、コンコードの民兵が保管していた軍事品を押収しようとした。ポール・リビアなどの民兵が馬で周辺に警告を触れて、周り、イギリス軍が4月19日の朝に歴ントンに入った時、約80名の民兵が村の共有地に集まっているのを見つけた。重火が交わされて8名の民兵が殺され、無税だった民兵が死産した後で、 イギリス軍はコンコードに移動した。イギリス軍はコンコードに到着して軍需物資を探したが、植民地人は遠征隊が来るかもしれないという警告を受けて物資の多くを隠してしまう道を選んだので物資はほとんど見つけられなかった。この捜索中にオールドノース教で対立が起こった。イギリス軍の小さな中隊がるかに大部隊の民兵集団に対して発砲し、 民兵が反撃してイギリス兵を改装させイギリス兵は村の中心に戻って他の部隊と合流した赤服がボストンへの帰還行軍を始めようとする時までに数千人の民兵が道に集まっていた追撃戦が起こりイギリス軍の部隊はチャールズタウンに帰り着くまでに大きな損害を出した歴史ントンコンコードの戦いで銃声が世界を動かし始めた 戦争の始まりだった。イギリス軍が戦術評価に用いたボストンの地図1775年コンコード遠征が失敗した後、ボストンに集まった数千の民兵がそのまま残った。その後の数日間でニューハンプシャー、コネチカット及びロードアイランド各植民地からの中隊を含め民兵が次々と集まってきた。アートマス、ウォードの指揮で彼らは ボストン市を包囲し、市内への陸路による通行路を封鎖し、ボストン包囲戦を始めた。イギリス正規軍は市内の高台で防御を固めた。イギリス軍は海から市内に物資を入れることはできたが、市内の物資は不足していた。物資を得るために、ボストン港に浮かぶ島に兵士が送られて農民を襲わせた。これに反応した植民地人は、 イギリス軍に使われそうな物資を島から取り除き始めた。このような行動の一つが、チェルシークリークの戦いに発展したが、その結果は、イギリス兵が2名とイギリス戦で穴が失われただけだった。植民地の軍隊も物資や命令系統に問題を抱えていた。その多様な民兵隊それぞれの指揮官が出身地の議会に対する責任を持っていたので、組織化され、 食料、衣服及び武器を与えられ、指揮系統を統一あるものにする必要があった。5月下旬、ゲージのところには2000名の増援と、この独立戦争で重要な役割を演じることになる、ウィリアム・ハウ、ジョン・バーゴイン及びヘンリー・クリントンの3将軍が到着した。彼らは死の包囲を破る作戦を立て始め、6月12日に完成した。 この作戦に関する情報が包囲している民兵隊の指揮官たちに漏れ、この指揮官たちはさらに防衛的な手段が必要になると判断した。1775年6月16日から17日にかけての夜、植民地軍からの派遣部隊が4月にイギリス軍の放棄したチャールズタウン半島に密かに行軍し、バンカーヒルとブリーズヒルの防御を固めた。17日、 ハウ将軍率いるイギリス軍がバンカーヒルの戦いでチャールズタウン半島を占領した。この戦闘は戦術的にはイギリス軍の勝利だったが犠牲も大きく攻撃を続けられなかった。攻撃部隊のおよそ半分が戦死または負傷し、この損失の中には特に北アメリカ全土におけるイギリス軍主観のうち少なからぬ数のものが含まれていた。 ボストン包囲を破れなかったゲージ将軍は9月にイングランドに呼び戻されハウ将軍に総司令官の地位をすぎ替えられた。フィラデルフィアで1775年5月に会合した第二次大陸会議はその初めにボストン郊外で起こった事件の状況に関する報告を受けた。そこで駐屯する部隊の指揮権に関する混乱への対応として また5月10日のタイコンデロガトリで占領への反応として統一された軍隊組織の必要性が明らかになった。大陸会議は5月26日にボストン郊外の軍隊を正式に大陸軍として採用し、6月15日にはジョージ・ワシントンをその総司令官に指名した。ワシントンは6月21日にフィラデルフィアからボストンに向けて出発したが、 ニューヨーク市に到着するまでバンカーヒルの戦いについて情報を得ていなかった。ジョージ・ワシントンが大陸会議から大陸軍総司令官の任務を引き受けた様子を描写するカリアーアイブズ社の絵バンカーヒルの戦い後、包囲戦は事実上手詰まりとなり、両軍ともにはっきりとした優位には立てず、その状況を著しく変える意思も手段もなかった。7月に、 ワシントンが司令官に就任したとき、その軍勢を2万名から任務に適した者1万3000名に減らす決断をした。また過去の戦闘で軍隊が持つ弾薬貯蔵量をはなはだしく減らしていたことを認め、フィラデルフィアから運ぶことで補われることになった。イギリス軍も援軍を持ってくることに忙しかった。ワシントンが到着したときまでに、 ボストン市内には1万名以上の兵士がいた。1775年の夏から秋を通じて、両軍ともに閉じこもり、時には小競り合いもあったが、意味ある行動は取らないようにしていた。大陸会議は主導権を取りたいと考えており、カナダのフランス語を話す人々やイギリス人、植民者たちに数回、革命側に加わるよう誘う手紙を送ったが、拒絶されたので、 カナダへの侵攻を承認した。9月にベネディクト・アーノルドが1100名を率いてメインのアラノを進軍した。この兵士はボストン郊外に集結していた部隊から引き抜かれた者たちだった。ワシントンは1775年暮れに人員の危機に直面した。軍隊の兵士大半は1775年暮れに徴兵期間が切れるものばかりだった。ワシントンは 多くの従軍継続のための動機づけ手段を導入し、包囲を続けられるだけの勢力を維持することができた。ただし、包囲を始めた時よりは少なくなった。1776年3月早く、タイコンデロガトリでの戦いで、大陸軍が捕獲した重い大砲がボストンに運び込まれた。これには、ヘンリー・ノックスの混乱さを克服する働きがあった。わずか1日で大砲が、 イギリス軍を見下ろすドーチェスターコーチに据えられるとハウの軍隊は耐え難いものになった。ハウはドーチェスターコーチを取り返す作戦を立てたが、暴風雪のために実行できなかった。イギリス軍は出発を妨害すれば街に火をつけると脅した後で1776年3月17日にボストンから撤退し、ノバスコシアのハリファックスに一時退避した。 ボストンを包囲していた地元の民兵は解散し、4月にワシントンはニューヨーク市を守るためにその軍の大半を移動させ、これがニューヨークニュージャージー方面作戦の始まりとなった。バーゴイン将軍の降伏、ジョン・プランブルがイギリス軍は、このボストン方面作戦の結果として事実上、ニューイングランドから追い出されたが、地元にいた革命側愛国者の大半を追い出した。 ロードアイランドのニューポートなど植民地にいるロイヤリストからの支援は受け続けていた。この方面作戦は戦争全体の結果と同様イギリスの権威と軍隊の自信にとって大きな打撃になった。作戦の上級将校たちはその行動を批判された。イギリスは海上の支配を続け陸上でも成果を上げたがこれら闘争を導いたイギリスの行動が イギリス王室に対する抵抗で13植民地を固く結びつけることになった。その結果、イギリスは植民地の意義ある政治的支配を取り戻すために十分なロイヤリストからの支持も確保できなくなった。植民地はその様々に異なる事情があったにも、かかわらず、この一連の出来事の中で第二次大陸会議がこの方面作戦の結果として形成された軍隊への 資金や装備を含め統一された全体として革命を遂行するために十分な権威と資金を認められた。ありがとうございます。